ちゃやりまして、ご覧の皆さんこんにちは、アリーナツミです。さあ今回ですね、初登場になるんですけれども、前回までですね、ゆうりちゃんが出てたので、いやお前かいってね、ちょっと思われてる方もいらっしゃるかなと思ってね、めっちゃセクシーな服着てきたのに全然映ってへん。ほらほら、ありがとうございます。はい、本日はですね、パチンコ筋肉マン3筋肉性多い争奪編カジバゴールド試打させていただきたいと思います。ゴーゴーマッスルできるように頑張っていきますので、よろしくお願いします。さあ本日はですね、気候なタウン茨城サイト店さんの天球日をお借りして試打させていただきたいと思います。まずスペックなんですけれども、メーカーはオッケーさん、大当たり確率 319.6 分の1の1種2種混合機となっております。でラッシュ突入率が 60%、 継続率がなんと 92.5% と、で U タイム799回消化で時短が100回つくんですけど、1分の1の当たりが100回転になるんで、ラッシュも確定になります。突入率が 60% ってお伝えしたんですけど、 60% が3ラウンドのラッシュ突入で、 40% が3ラウンドのラッシュ1突入になってまして、ラッシュ入れれんかったらもうほんまにね、終わりなんですけど、その救済的な感じでまた新しいチャンスゾーンっていうのも搭載されてて、大当たり後の29回転、この29回転だけ 80% に上がるということで、319分の1の29回転なんで、まあ 10% 弱ぐらいは期待は持てるのかなっていった感じです。あとスペック違いのシルバーも出てるんですけど、そちらが229分の1で、継続率が 80%、 右打ち中の 77% で1200個取れるよっていう、で大当たりに絡んでくる演出なんですけど、まず1つ目、カジバのクソ力、もうこれおなじみのやつですね。カジバのクソ力出たら筋肉マン SPSP への発展で、あと劇場ムービー、こっちが正義超人 SPSP への発展の際に出てきます。あと友情は成長の遅い植物である予告、最強友情ボタン、これが 80% ぐらいあるみたいで、あの仲間がねブワーって出るボタンプッシュの時に出る演出、あとはおなじみのゼブラ柄ですね。保留変化の時にゼブラ柄は大当たり濃厚なんですけど、トータルしたらゼブラ柄も 60% ぐらい。この今お伝えした演出全部シルバーの方やったら期待度が上がるんですよ。なんでこのゴールドとシルバーの期待度も違うっていうことを間違えないようにしていただけたらなと思います。で、あとカスタムもねいっぱいできるみたいなんですけど、信頼度アップとかなんかいっぱいできるみたいなんですけど、私こんな見た目でめちゃめちゃシンプルな人間なので、もうとりあえずカスタムなしでいきたいと思います。100、あ、いった、何出てくるか、あ、これこれ、こっちまで行くと期待度がだいぶ高くなります。ラーメンマンの紫、久しぶりに動いてくれたよ。あ、赤、よろしく、カトイも赤、やりました、123回転、こっから 60% を取る、終わったけど、これ復活ある、復活ある、こんなあっさり終わんの、終わった、あっさりしすぎで、こっから29回転がそのチャンスゾーンですよ。29回転以内に319、無理じゃね。
何も起きないです何出る、もういい、久しぶりのリーチこれじゃな。ちょっとだけカスタマイズしました。入場時フラッシュモード、あと暴れるボタンモードと奇跡の逆転ファイターモード。うんうんうん、緑、緑は世界で一番嫌いな色。はい、だわー、筋肉マンの紫、何が出る。おい、握ってくれた、最高やったんですけど、もうさっきと一緒。44%、緑は世界で一番嫌い、ちょん。まあそうなんですよね。なぜ足すのだ。あー、もう無理。一番嫌いなの、なんか間違い起きひん、起きひんの。よし、U タイム目指しましょう。 U タイムはね、オラだって正義超人だ。なんでそんな話するんですか、なんでそんな話するんですか。そんな話しないでよ。ない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 。はい、U タイムまで残り100出ました。もう何も起きてくれるな。U タイムまで残り25、もう U タイム行ったらラッシュ入るんで、私またラッシュ入ったらあたふたするんで、身内中3ラウンドが 67.5%。 やー、うわー待って、いやいや、止まりなさい。あと19やで、 U タイムまで。間違いなく高いなの。どうする、どうする、これ。誰出る、誰出る、誰出る。暴れんといて、おとなしくしよう。プリズマ、いらん、いらん、オッケー、大好き、大好き、緑、大丈夫、オッケー。もう怖すぎー、やめてよ、ほんまに。はい、無事、無事799回転紹介して、右打ち、U タイムでございます。出したいと思います。いきます。とりあえずバトルモードからいきましょう。そういうこと、見たかったの、これを。やるよ、やるよ。お、早速早速ハイパーで9ラウンドで出てくるキャラクター、正義超人によって期待度変わるんですけど、ゼロニモン以外はまあ基本的に大丈夫かな。ゴーファイ、ゴーファイ、はい、大丈夫。高速あって引くあたりやったら継続とか、2連続同じキャラ、今ラーメンマンやったんで、この後もラーメンマン来たら確定とか、これ今筋肉マンなんですけど、この後も筋肉マン来たら10ラウンド確定とかで、筋肉マンはもう継続は確定です。2連続来たら9ラウンド、これ筋肉マン2連続やから9ラウンド増える、増える、ハイパー。もうだいぶ
ぐ大丈夫。あ、風来てます。オッケー。これが怖い、意味が怖い人です。まあまあ、6で負けてられへん、6で負けてられへん、6で負けてられへん。まあ、こんなとこで負けるわけないじゃないですか。ねえ、ねえ、ねえ。ああ、押さない?上がんの押さない?いける?大丈夫?嘘!嘘!レインボー。いや、まだ、あ、頑張れ!美しい。はい、よし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 、はい、2連続同じなんで継続プラスハイパーお願いします。お願いします。必ず突破してみせる。どんな試合でも逃げる気にせる。必ず突破してみせる。運勢をよく見るんだ。さあ、いける。いけへんの。復活、復活ある、まだ復活ある。6000じゃ終われん、6000じゃ終われん、終われん、終われんって。いや、6000で終わってもうた。はい、ということで実戦終了いたしました。無事 U タイムからにはなりますが、ラッシュ入れることができてですね、ちょっと必殺技モードだけお見せすることができなかったのが残念なんですけれども、もうかなりの出玉感とかなりのスピード、もうめちゃめちゃ速かったですね。10分全然経ってないぐらいだったので、はい、体感することができて本当に楽しい実戦になりました。あと通常時なんですけれども、もうなんかね、青保留とかもうこれは当たらんやろみたいなリーチとかも結構少なかったので、通常時もねサクサク進んでいく印象でした。あと5大演出ですね、ちょっと出せなかったんですけど、そういうなんかこれ来るやろうって安いやろうっていうのがなかったらね、やっぱり緑とかじゃ厳しいかな。皆さんぜひともホールで体感していただければなと思います。気候なタウン茨城サイト店さんではグランドリニューアルオープンが3月11日に行われました。5円スロットコーナーが減って1円パチンコが増大となって200台から240台となっております。さあ、さらには大型寝台入れ替えも行われておりますので、皆様ぜひともご来店ください。はい、今日はですね、もう久しぶりのパチンコ実戦ということでかなりあたふたしてしまったんですけれども、もし次回も呼んでいただけたらぜひリベンジさせていただきたいと思います。次回こそは U タイム前にしっかりラッシュ入れます。はい、それではご視聴いただきましてありがとうございました。バイバーイ。